地図スワイアンブナートクマリの館カトマンズの渓谷は、ネパールの首都カトマンズのある、盆地一帯のこと。ユネスコの世界遺産に登録されている。通常は、カトマンズ盆地と呼ばれる。周囲を、標高の高い年中雪を抱くヒマラヤの山々に、囲まれ緑深く、世界的にも貴重な歴史のある、カトマンズ、パタン、バクタプルという三つの芸術、文化性の高い都市を抱く。 標高は約1300メートル。井戸は沖縄と同程度である。典型的なモンスーン気候。盆地内にはガンジス川の支流であるバグマティ川などの川が流れ、工作に適した大地が広がっている。チベットとインドを結ぶ交易の中継点でもある。カトマンズ盆地は数千年前までは湖だったと考えられている。湖だったことはこの地の神話にも登場する。 また、地層から淡水魚の化石が発掘されている。首都のカトマンズ市、ラリトプル市、バクタプル市が行政区として存在している。1979年、ユネスコの世界遺産として登録。ただし、ネパール政府はカトマンズ周囲の景観とともに複合遺産として申請していた。また、急激な都市化により2003年から2007年のアイダキキ遺産の指定も受けていた。 なお、バレエには、渓谷、国の他に、盆地、流域の意味があり、カトマンズは校舎に当てはまる。一般に、カトマンズの渓谷、カトマンズの谷と紹介されているが、これは、0訳に近い。ネパールの他の地方は、寒冷な山岳地帯であるため、教育、産業などが極めて遅れており、人口がさらに、カトマンズ渓谷に集中し、 特に1961年からの30年間で人口が3倍に増加し、急速な都市化に伴うスラム化と、旧市街地での景観の不調和が問題となっている。また、地形の特性上、自動車の排ガスや排気物、水質汚染などがたまりやすく、社会問題となっている。カトマンズ盆地中心部を流れるバグマティ川の水質は極めて悪く、 1997年の寒気における養存酸素比率はゼロ状態であり死の川であった。こうした問題に対処するため、1970年代後半にはドイツの支援で廃棄物管理資源化センターが組織され、1980年にはカトマンズボン廃棄物管理再構築モデル事業を開始。1981年には廃棄物管理例を交付した。 あとに事業はカトマンズ首都圏公社に移管されている。また水質汚染を改善するため政府はリオデジャネイロ宣言を受ける形で1992年に国家環境影響評価指針を策定。1996年には環境保護法を1997年には環境保護規則を策定する。下水道処理場は1980年代にカトマンズに2箇所。 バクタプルに一箇所設置されたが、2000年時点では、いずれも機能停止状態であり、垂れ流し状態であったが、2001年に、ノルウェー政府の無償援助で、バグマティ処理場が建設され、また2009年からの5年間で170億円を、当時カトマンズボン地全域の下水道計画を策定した。また環境保護法に則って、工場排水の管理も行われるようになった。 自動車の排ガスについても一斉調査が行われ、不合格者には一定期間の運行規制を実施。さらに1999年にはディーゼルエンジン車の市中心部への乗り入れを規制したほか、業界の反対運動を跳ね除けてビクラム店舗の排除規制も強行した。約8000年前までは湖だったことから地盤が極めて脆弱で、盆地全域に 平均数百メートルの厚さの湖や河川堆積物が広がる。その上、カトマンズ市内のボーリング結果では、上部20メートルは特に柔らかい。1833年の M7.9、1934年のビハールネパール地震、1988年の東、ネパール地震 M6.6 など、ネパールでは1253年以来少なくとも16回の、 大きな地震が発生した。1997年までの100年間の記録の統計によれば、ほぼ12年に1回の大規模、巨大地震が起こった。1934年の地震の信号は、カトマンズの東1 7 0キロメートルで、盆地の建物の内約19%が倒壊し、40%が被害を受けた。1255年7月7日の大ヒマラヤ地震では、 カトマンズを壊滅させ、カトマンズ渓谷の人口の1、3が死亡し、国王が死亡した。1833年、M7.91934 年1月15日、ビハールネパール地震、MW8.1 死者8519人1988年8月21日、ネパール東部 M6.6 ネパールでの死者721人2015年4月25日、 ネパール中央部 MW7.8 社2600人以上ヒマラヤはユーラシアプレートにインドオーストラリアプレートが衝突することによって作られており現在も作り山運動中であるため東西に伸びる巨大活断層体が存在し数百年後期に巨大地震を起こしているその上南北に伸びる数カ所の大きな断層体が存在するさらに ヒマラヤ自体が自長を支えきれず常に崩壊しており、推定で2200から1800万年前に、北方へ、鉄地体積物の地層が滑り落ちた。心配されているのは、カトマンズ周辺とその西部に広がる、中部ヒマラヤ地震ギャップである、カトマンズ盆地地震危機対策プロジェクトの被害予測では、死傷者14万人、ホームレス60万人という、下地域に、 伝統的広報により作られた脆弱な建物とないも同然のインフラの中で暮らしている。そのため地震被害に対して極めて弱い。詳細はネパール歴史及びネパールの歴史を参照マルッラ朝の統治時代の15世紀、カトマンズ、パタン、バクタブルにそれぞれ王子を配置。各都市は競って宮殿や寺院を建立。この頃、 ネワール様式の建築が花開いたと言われている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。カトマンズやパターンをはじめとする都市部では文化財の破壊が深刻な問題になっている。特に1994年と1999年には文化財の一部を世界遺産から外すよう検討されたこともあった。理由として この文化財を作り上げたのは先住民のネバール族であり、ネパールの主要層はそれらを征服した側であるため、文化財に対する認識の低いことが挙げられる。カトマンズの警告は2003年から2007年まで危機遺産に指定されていたこともあり、長らくユネスコは保存状態の定期的な管理を続け、2010年に 世界遺産のための災害リスクの管理を立ち上げたことで2013年には国際シンポジウムカトマンズ最高生活都市遺産を開催2015年3月14から18日に仙台で開催された国連防災世界会議に伴う専門家会合の一環、文化財と防災シンポジウムでも地震多発地帯の一つとしてカトマンズの名が挙げられていた ネパール地震の発生を受けユネスコは緊急声明を発し、6月28日から7月8日に開催される第39回世界遺産委員会で緊急動議が図られることになった。日本では文化遺産国際協力コンソーシアムによるパターン宮殿の修復が2005年に行われている。注釈出典。ありがとうございます。